コーディネーターの悲劇の墓標として静かにデブリ帯を漂っていたユニウスセブンだったが、その沈黙を破り突如として動き始める。そしてこのままでは地球に落下してしまう。この予想だにしない事態にプラントは混乱し、知らせはミネルヴァのデュランダルのもとに届く。デュランダルはユニウスセブン破砕のためにジュール隊の出撃を要請し、ミネルヴァにはそれを支援せよとの匿名を下す。その支援部隊の中には自ら出撃を志願しザクへと登場するアスランの姿があった。アスランザラの名を捨てモビルスーツに乗ることを拒み続けたアスランであったが、時代は再び彼を求めるのだろうか。こちらも本気で相手をする。
つばかりごちゃごちゃと。Thank you.
調子に乗るなよ。逃げられると思うなよ。お前、you
ばかりごちゃごちゃと。適材適所ってやつだな。終わりにしてあげるわよ。
そんな好き勝手ほんと懲りない奴らだぜ。
細かく砕かないと。